演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら業務スーパーのビスケットスプレッドを、こちらのローソンの食パンに塗って食べたいと思います。ちょっと持って帰ってくるときにいろいろ食べてまたこんな風になってますけど、まあ食べてしまえば同じですよね。ではまずはスプレッドの方を開けていきます。でこれどっから開けるんだ。でちょっと絶対こういうのってちょっと一箇所やりやすくなってるはずなんですけどね。あ、なんとかあれか。ちょっと意地悪ですね。中はこんな感じ。おお、ちょっとなんかこぼれかけたみたいに思ったけど、そうじゃないか。ではせっかくなのでまずちょっとこのまま食べてみますね。どんな感じなんだろう。作ってみた感じはこんなんで、ではいただきます。はい、では次は食パンに塗ってみます。はい、こんな感じに塗れました。では食べてみます。ちょっとビスケットっていう名前から聞いてたイメージとは違うな。ちょっとこれはビスケットではないかな。スプレッド自体はチョコレートやピーナッツなんかのよくあるやつと同じでこの風に塗るタイプですね。まあ、それは見てわかるかもしれませんが、で味の方はビスケットと書いてあるんですけど、なんか自分はちょっとザクザクしたクランチみたいなものが入ってるなどと思ってたんですけど、ちょっとそれとは違いましたね。どちらかというとバターの香りが強いスプレッドでした。バターの香りが強めで、確かにビスケットのような噛んだ時のような香りはするんですが、ちょっとビスケットとは違うかなと思いましたね。なのでまあパンに塗って食べて美味しくはあったんですが、ちょっと思ってたのが違うなという部分がありましたので、これはこちらの点数とさせていただきます。でこちらのローソンの食パンを今回使ったんです。こちらの食パンは結構もちっとした弾力がしっかり感じられて、このビスケットのスプレッドよく合っていましたね。ジャムとかバターとかも合いそうです。でこちらの食パンはこちらの点数とさせていただきます。本来こっちこのビスケットスプレッドメインのはずなのに、お供につけた食パンの方が点数が高くつくっていう、なんとも嫌な結果になりました。まあ、美味しくはあったので、みんなの方はぜひ食べてみてください。夕立ちをロケット見るかな今晩は。夕方なのか夜なのかどっちなんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞開演。